と稲垣吾郎が21日放送のフジテレビ系、ひとし松本の酒のつまみになる話に出演。スマップメンバーとの再会について語る一幕があった。共演のファーストサマーウイカから、元スマップメンバーの仕事ぶりを見るか?と聞かれた稲垣は、見る見る。もちろん、もちろん。やっぱり気になるよね。それは、ずっとやってきてたりするとね。今は、香取、慎吾くんと、草薙、剛くんのももちろん見ますし。松本さんの新番組も楽しみですし、と MC の松本人志に話を振った。松本さんの新番組とは、松本と中居正広が MC を務める同、松本つゆ中居のこと。松本から番組に来ます?とオファーされた稲垣は、元同居人のヒロ君と一緒だったらとお茶を濁した。ウイカから、そこ、は、いいんですね。抵抗とか遠慮とか、と尋ねられると、実際、は、ちょっと抵抗あるかもしれないですけど。もちろん、まあまあ、ちょっと恥ずかしいっていうのも、と本音をとろ。松本が、恥ずかしいのが勝つのか、と感想を述べると、稲垣は、今、恥ずかしいと思いますよ。だって5年も6年もお会いしてないのでと照れ笑い。その上で、ちょっと会ってみた、言って、言うのはあるよね。ばったりエレベーターであっち、やうとかと打ち明けた。松本が、今誰のこと言ってんの、その中でも?と質問すると、稲垣は、いや、だって最近仕事してないのは、木村拓哉さんと中居さんなんで。草薙、香取とはいつでも会えるのでときっぱり。ばったり会ったらどうするか?と聞かれると、どうするんですかね?いや、見てるよとか言いそうですけどね。いやでも、なんか向こうが照れちゃうんじゃないですか。お二人は、年上なんで。結構、僕から話しかけたり、するのでと推測した。続けて、稲垣は、松本さんは、お話とかし、たりしますか、中居さんとと質問。松本から中居へのさん付けには、感を示されると、まあ、今はね。大人ですからと、苦笑していた。